素敵すぎる仕上がりにした脚本を書いたことでおなじみの映画評論家町山智弘先生こんなツイートをしておりました沖縄は座り込み抗議団体の違和感というこれひろゆきさんのご自身の YouTube 番組それの切り抜きだかなんかかなとは思われますね沖縄の人って綺麗な日本語にならない文法通り喋れないんですよねえということでこれが盛大に拡散されていろんな人が連れております連れております 連れてるというのは、ネットスラングでいうとこ、こあ、引っかかっちゃった。騙されちゃった。あ、うっかりといと、食いついちゃった。まあ、こういうことを指します。でこれ何かと言いますと、原点こちら。危険を承知で話します。これが沖縄座り込み抗議団体に感じた違和感の正体です。ひろゆき切り抜き2チャンネル、思考論破、切り抜き、切り抜き。まあ、すごいですね。まあ、なんですけど、危険を承知で話しますとうことは危険じゃないです。穏やかな話です。この、ひろゆきさんの話,話自体は。 で、これ、正しく言うと、もともと方言があったりするので、ということで。で、今回、え、昨日のレギュラー放送の方で、ひろゆきさんの芸風については説明しました。よろしければ、まだご覧になっていただいて、まだご覧しいただいてない方、ご覧いただければなと思うんですけど、キリつまあの、カリつまんで言いますと、要は芸風なんですよ、ひろゆきさんって。もう昔からずっとこういう人を、こうね、からかうというか、えー、 アブマテレビに出ていた面白リゲーライターのヨッピーさんに言わせると、野印馬の総大将という表現をしておりました。まあ私は自分の番組で、おバカタレントの、おバカタレントの変異株と紹介しました。まあいわゆるこれは周知シーンなどでおなじみのちゃんとしたタレントさんなんだけど、トンチンンな答えを答えて、まあ一世を風靡した。まあそういう意味での鍵格好付きのおバカタレントという意味です。それの変異株、ネット版。 が、ひろゆきさんというのが私の見立て。で、今回、この、ひろゆきさんの番組、と、アベマの番組も見ました。で、全編見たんですけれど、まあ、ネット版の橋本徹さんといったところでしょうか。ネット版の橋本徹さん。何か。議論全部なんですよ。全部並べちゃう。ですから、この、沖縄の人たちの言葉遣いにしても、 違うかもしれませんけどとか、僕はそう思ったんですけれどとか、必ずその、言ったことに対して反対語も言っている。で、全部並べる。ただ自分の意図はもう明確に強い言葉と長い尺で説明しているんで、あ、ひろゆきさんはそれをおっしゃりたいんだろうなっていうことは明確。ただ、全部言っている。全部言ってるんでいや、言ってないって言われるとほら、全部ですが、それあなたの意見ですよねって論破されちゃう。論破じゃないんですけどね。ただこれはあの、テレビで。 ニュースやワイドショーでプロコメンテーター、橋本徹さんがやってる手口と同じです。同じ。町山智弘さんが切り出したあの3カットというだけを見ると、確かにひどいこと言ってんのかなと思いますが、全編聞くと、一応エスケープも入れている。いや、よくわからないんですけどとかの、沖縄の専門家じゃないんだとか、必ず全部入れてるんで、全部聞いたときに、これをもってヘイトだ、キャベツ、いや、差別だ、ということはかなり困難。 橋本さんがよく使う手です。使う手です。で、ここにパクッと食いついちゃった人たちがおります。まあ、いつもの皆さんです。こちら。素晴らしい4コマン。ケリが沖縄の歴史を知るまで、えー、まるで知らないことがよくわかる。どちらにしてもひどいキャベツだ。差別だ。辺野古に行く前に平和記念資料館に寄るべきだった。他にも、安倍武史記者です。 霊笑系というネトウヨとは別の相手かが現れたのかと思っていたらネトウヨだった。ヘイトスピーチだけはしない同類かと思っていたら、えー、醜悪なヘイトスピーチをしていた。はい。新聞記者さんが原点を確認せずにパクッと食いついている。どういうことなんでしょうかね。新聞記者というとやっぱり裏取りといって確認取材をしなければならない。しかもこれ、原点。ネット上に <laughs> あるわけですよ。Google 先生に尋ねるまでもなく、これですね、町山智弘さん。 ここには、この方ですね、私はある意味革新犯だと思ってます。か,かっこ付きの革新犯。こちらのツイートを見に行くと、元動画として、この下にはぶら下げております。で、こんな風に前置きはしています。失礼に聞こえるかもしれないんですけど、と。ね、少なくともここまで見ていたら先ほどのラスタールさんや、 え、安倍でたけし、記者のようにはならないんじゃないかななんて気がするんですけれど。じゃあなんでこの YouTube、直接貼らなかったのか。ここが私革新犯と見てるところで、直接そのツイートに貼ってると、うっかり見ちゃう人がいる。うっかり見ちゃう人がいる。しかしそれを貼らないことによって、わざわざ下までスクロールしない人は、うーん、ひろゆき、ひろゆき、いかん、あかん、いかん、あかん、かんかんかんってなる。カンカンになっちゃう。 いかあかんから、もうカンカンになってしまう。そして、ひらゆきーと、まあ、猛攻撃を仕掛けてほしいのかなという目論みが私にはうっかり見えてしまいそうになります。しまいそうになります。まあ、こんな感じです。ひろゆきさんの手口も、橋本徹さんも、町山智弘さんも、あの、相手が誤解したことはそれは仕方がないよね。でも、こちらは全部並べてますから。はい。 町山智弘さんも、この明らかに悪意ある切り取りの下に、下にからの、はい、元動画。と言って、これちゃんと説明とかはなし。でも、その下にはちゃんと、こんな風に前置きはしていますと。こうやって、なんだか煽ってる人たちが今回の件、あちらこちらに出ていっております。そんな中でですね、え、安倍武史記者、こんな質問をしております。ドーン。 ひろゆき様、YouTube 発信での発言について伺います。沖縄の人って文法通りに喋らない、綺麗な日本語にならないというヘイトスピーチと、もともと普天間の基地があった、周りに住宅を作った、もともと何もなかったというデマを謝罪、撤回しますかということなんですけれど、この前段、先ほどの町山智博さんが、えー、ちゃんとね、前段があるんだけどと言ってるところ、どうもまるっと無視しています。まるっと無視して、 その切り取り画像にダボハズのようにパクパクと食いついたのかなかなって思われるような。えー、要は、間違った情報をもとに、上からまさ、ば <laughs> なんだかお説教をしようと。そして、もともと普天間の基地があった周りに住宅を作った。もともと何もなかったというデマを、デマ、デマだそうです。謝罪撤回しますかということで。こちらにちょ、ついてはちょっと事実関係を確認しておきますと、こちらは、松本総さんというんですかね、のツイートでこんなのがありました。ドーン。 普天間基地に関してはこういう変化があるようですね。普通に探せば出てくるのに出回ってねえと。まあこういうことの形で昔と今とということです。ただですね、これもちょっと実は一つワンクッションありまして、これは皆さんがどう考えるか、どのように受け止めるかというところに委ねたいと思います。こちら。 何もなかったところに米軍基地ができて、その周りの人が住んだのではないですか。それは誤った認識です。というアンサーがあります。例えば、米軍上陸前の年の宜野湾村には多くの集落が存在し、約1万4000人の住民がいましたが、沖縄に上陸した米軍は普天間飛行場建設のため、宜野湾、神山、新城ですかね、中原、ちょっと間違えたらごめんなさい。四つの集落を中心に広い範囲を強制聴取しました。ということで、 集落はありました。あった。あったのですが、で、あともう一つですね、えー、沖縄戦の地上戦によって焼け野原になったということもあるようなんです。えー、なので、何もなかったかというと、あったはあったんです。あったはあった。ただ現実問題、今のような状況だったかというと、今のような状況ではもちろんなかった。そして接収されたという事実はある。まあ、これらを踏まえた上でどう考えるかということなんですけれど、 例えば一つの事実誤認を持ってそれをデマと断定するのであるならば、まずそもそもの、ひろゆきさんの番組の切り取り、町山智博さんによる何かの意図を感じる切り取りを持って、それはどういうことか、ヘイトなのかということ、これはどういうことなのかなという気はしております。そして、これの発端になりました。座り込み。座り込みについてはですね、キャット。 ハズキルーペの CM のように、一瞬座ればセーフとかっていう。まあそういう、れこれも実際のところデマだったらしいんですけれど、ただ、朝昼晩、朝昼夕方。正しくは、9時、12時、15時。朝ごはん、昼ごはん、3時のおやつ。朝ごはん、昼ごはん、3時のおやつ。まあわかりやすいでこう、こう私は覚えてるんですけど、そのタイミングだけ邪魔に行く。邪魔に行く。座り込みというとその講義の意思を示す。それによって相手に何か伝わるか。あるいはそれを見ていた周りが、 ね、ちゃんと話聞いてあげようよって動くのかそれを座り込みだと私は理解しておりましたがこの辺野古の基地の反対の座り込みらしきもの座り込みらしきものというものはその朝ごはん昼ごはん3時のおやつに「やーすかやーすか」邪魔をするだけとこれを果たして座り込みというのかまずここの議論がありますし 何もなかったという議論も、やはり私は同じ文脈にあるんじゃないかなと思います。お互いの双方の話を聞いた中で、双方の主張の中で、どこがお互いの合意点ができるのか。まあ、こうした見方、必要なんじゃないかなと思います。えー、これについては、漫画家の、え、菅原先生ですよね。菅原先生。間違え、間違えたらごめんなさい。テンマには、もともと何もなかったというのはデマだと言っている記者がいるが、何もないという表現は、 人未踏のや原野といいうう意味ではないだろう例えば戦後焼け野原になった東京のその後を何もない場所からの復興と表現するしですね、えー、普天間基地のある場所はもともと広大な畑と民家だけの地域で東京もですね戦後焼け野原からの復興何もなかった東京が何もなかった日本が何も資源のない日本が、まあね、比喩表現の中ではそれは結構使われることです。 一方、もはや、ひろゆきさんに対しては何を言ってもいいのかなという空気感が流れていて、それがこちら、ドン。これはひろゆき氏の声ではないと思うのですが、事実ではないことを拡散されるのはちょっと皆さんどう思われますかと、これフライデー、フライデーの記事として、ひろゆき氏は、あなたが辞書を出しなさいよと珍しく感情的に大声で怒鳴りつける場面も、ひろゆきさんが怒鳴りつける場面も、ということなんですが、こちらヤフーニュース見に行ってみました。なかった、なかった、なかった、なかった。 記事どうも取り下げちゃったんですかね取り下げちゃったんですかねまあ、結果的な誤報錯覚デマになったんだったら、それはやっぱり原点残すか申し訳ございませんでしたってね。記事を貼っといた方がよろしいかなと思いますよ。えさらに、このひろゆき騒動、広がりを見せております。嫌な、嫌な波紋を、え広げております。と宮原健太、記者ユーチューバーこの方、毎日新聞の記者さんです。 イルウキにしる、デニヒリシュにしる。すごいですね。呼び捨てですね。この方30歳なんですよ。政治の知識も大してない人たちが事実関係について言及しようとすること自体がニュース番組として間違っている。彼らが話せるのはそれこそただの感想くらいだ。偉そう、偉そう,偉そう偉、偉いんでしょうかね。毎日新聞さん、この方ね、ちなみに東大卒。東大卒。こういう人たちがいるんで東大卒でね、一生懸命頑張ってる人たちは肩見狭い思いするんじゃないかなと。シロが。シロが言ってました。 まあいいですけどね。ただの感想だという自由も私は認めます。ただの感想ですかそうですね。ただの感想ですね。あのそれもあなたの感想ですよね。っていう話。それはそれで私最大限認めるんですが、こちらの方、なんと、オン自ら口からと任せ、あというか事実上デマ、デマを発信しておりました。それがこちら。 宮原健太、記者ユーチューバーあ、先ほど紹介しましたね。北朝鮮からミサイル発射が相次いでいる。4日には青森県上空を通過し、5年ぶりに J アラートが発熱された。こうした中、政府与党では、反撃能力、敵基地攻撃能力をめぐる議論が過熱。過熱過熱過熱してよ過熱してよで、えー、しかし、選手防衛との整合性なども問われている。政治部記者がショート動画で解説しています。解説してくれてるんだよって。北朝鮮ミサイル。過熱するしてないよしろよ過熱しろよ 加熱しろよ置いといて、置いといて。心の声が出ちゃいました。加熱してええー、なんですが、はい、日付ご覧ください。10月10日、体育の日、あ、スポーツの日ですね。2022年10月1 0日、体育の日。なんとこんな話題が入ってまいりました。えー、先月末のことです。こちら。 私の人事異動で立憲民主党担当をかなり10月から外務省担当となります。立憲を2年半も担当させていただき、本当に多くの議員関係者の方々に取材でお世話になりました。これから野党環境も変わり、えー、興味深い国会になろうと思いますと。えー、なの、なだけで、担当が変わるのは寂しさもありますが、新天地で頑張りたいと思います。ええもう一度確認しておきます。10月10日、ご自身の y o u t u e r で、 政治部記者がショート動画で解説します。政治部記者がショート動画で解説します。9月30日のツイート。10月から外務省担当となります。10月から外務省担当となります。えっ、ー、と、まあ、な、毎日の内部の人事っていうのはどうでも <laughs>、正直興味ないんですけど、9月30日の時点で10月から、つまり翌日から、 翌日からということは、まあ、営業日ベース、土日休みとして営業日ベースで10月3日からは外務省担当になってるはずが、10月10日、体育の日、スポーツの日、北朝鮮ミサイル発射について、加熱する、加熱してるんですか加熱してよ。加熱する、敵基地攻撃能力、反撃能力について、政治部記者がショートで解説します。ねいいんですけどね。何をおっしゃったっていいんですけれど、 何をおっしゃることも構わないんです言論の自由なんですけれどこうしたところいや本当に原点を確認した上でひろゆきとかね、えー、谷原章介と呼び捨てをしてそれ語れるのはただの感想ぐらいだ。いやまずご自身が今自分の立っているところえ配属された部署。 そこをしかも公言してるわけです公開してるわけですちなみに今回取り上げませんでしたけど立憲民主党の広報担当と思われる人間がこのツイートに先ほどの離れますというツイートにねぎらいのコメントを寄せておりますぬぷぬぷそんな言葉が頭から浮かんで,浮かんで離れません離れませんがまあ口数任せとまで言ってしまうとどうだかなっていう気はするんですけどこのひろゆき案件いろいろとその場限りの口り上 三間をぷク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 と浮かび上がらせているような気がしてならない今日この頃でございます。